私はなぜ、なんでここに。どうして泣いてるのエレン。怖い夢でも見たのエレン。はあ、なんかすっげー長い夢を見ていた気がするんだけど。なんかすっげー長い夢を見てた気がするんだけど。いや、夢じゃねえ、記憶だ。あの幼き日、私はこの世の真実と向かい合った。この世から一匹の子だぜ。こんな小さな壁の中にさえ楽園を築けなかった。俺たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。もう俺にはダメ。リヴァイ、見えるか、俺たちの仲間が。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。まだ戦いは終わってないからだ。地下室にあったものは何だ。希望だったのか、それとも絶望か。敵は果てしなく強大だった。このまま何も変わらなければまたあの惨状が繰り返される。同じ歴史を、同じ過ちを、何度も。みんな何かに酔っ払ってねえと海だ、やってられなかったから。故郷だ、帰ろう。みんな何かの奴隷だった。なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら許してほしい。自分を信じること。そう、力が湧いてくるんだ。九つの巨人にはそれぞれ名前がある。これからお前へ継承される巨人にもだ。巨人が、その巨人は、巨人はいついかなる時代においても殺してる。自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。名は進撃の巨人。アーレを打倒し、エルディアの誇りを取り戻すのだ。目標は一つだろ。座標を奪還し、この呪われた歴史に終止符を打つ。楽園を送りされた。どんな姿になっても俺たち同胞だ。あなたを探し出すから。英雄を行く。それだけ世界が残酷でも英雄を叫ぶ。関係ない、英雄を戦え。戦え。エルディアに自由と尊厳を取り戻すために。エレン、これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。とそう信じてた。でも違った。海の向こうにいるのは敵だ。まあ向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。It's